こんばんは、大島たくみです。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。パンツとシャツとあとはシューズをご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がラングラーのウエスタンシャツです。サイズが16、レングス34、アメリカ製ですね。コットン100、結構色しっかり残ってます。かなり濃いですね。実はそのラングラーのデニムウエスタンシャツ結構少なくなってきてまして、特にアメリカ製に限定するとかなり少なくなってきてます。でさらにこの色残りっていうのは結構最近だと珍しいかもしれないですね。希少な1枚かなと思いますので、ぜひ、ここから着ていただいて退職していくととてもいい風合いになると思いますので、ぜひよろしくお願いします。続きまして、同じくラングラーウエスタンシャツ、サイズ16と33、一応数字上は表記上はこっちの方が袖だけ短いっていう感じですね。これもアメリカ製、この辺は80年代のラングラーですかね。ちょっとあの肘周りとか、色落ちしてる部分はありますが、これも大きなダメージなく、色残りも、まずまずかなという感じですかね。こっちの方がちょっとエイジングが進んでるかなという感じの一品になります。いい感じですね。かっこいいと思います。よろしくお願いします。でもう一つラングラーのウエスタンシャツです。これは70年代ですね。ちょっと古い白いタグがついてます。サイズが14ハーフの33、いい感じなんですが、この、二の腕あたりに補修の跡があります。おそらくなんですけども、ワッペンがついていて、それを取った時に破れて、で補修をしたんじゃないかなと思われますが、最近個人的にこういう、ダメージがあるみたいなの結構好きで、嫌いじゃないです。いい感じかなと思います。ちょっと首周りも少しダメージありますが、それ以外は目立つところはなく、70年代のアメリカ製のラングラーのデニムシャツにしては結構値段も買いやすい値段になってるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。かっこいいですね。続きましてパンツに行きたいと思います。まずリーバイスの517、アメリカ製だと思います。ブラックコーデュロイ、ウエスト大体84センチぐらいあるんですけども、これウエストぴったり、いわゆる84センチのウエストの方が履くとかなり細く感じてしまいますので、多少余裕を見て買っていただくといいと思います。なので、79センチとか80センチぐらいの方でいけるかなと。あとはヒップ、あと渡り膝あたりが結構細いので、このあたりもご注意していただければなと。なのでちょっと余裕を持って履いていただいた方がいいかなと思います。ブラックコーデュロイ結構少ないので、ぜひよろしくお願いします。続きましてアメリカ製の517、これはブルーグレーのようなちょっと独特の色ですね。これはトップボタン裏が500番台なんで、確実にアメリカ製、パッチにもメイドイン USA と書いてますね。ウエストは大体33インチぐらい、同じぐらいですかね。先ほども言いましたが、ちょっと余裕を持ってサイズは見ていただければと思います。続きまして519ですね。いわゆるテーパードしてるやや細めの一番ベーシックなタイプですね。トップボタン裏が3です。なんでちょっとこれ古いですね。でもスモール E なんですけども、ちょっと古いです。ウエスト83センチぐらいです。これも基本的には501とかに比べるとちょっと細めになりますので、そのあたりヒップ太ももあたりやや細いので、サイズちょっと余裕見てもらった方がいいかもしれないです。はい、かっこいいですね。ブラックコーデュロイ、実はこの519のブラックコーデュロイが一番今出ない、枯渇してるアイテムになります。はい、続きまして519のグレーですね。アメリカ製、いい感じですね。これもものすごい履きやすいので、特に春秋には大活躍する一本だと思います。多分レングスとか結構コーデュロイが詰められてるものと多いと思いますので、オンラインサイト飛んでいただいて、スペックはそちらで確認をしてください。519ですね。あと最後シューズになります。今回ご紹介するのがレペットですね。レペットのジジ、こちら白とブラックそれぞれございます。ちょっとサイズフルサイズ揃ってるわけではないんですけども、今当店に在庫あるものは一旦全てオンラインに出してみようかなと思っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。これからの時期大活躍すると思いますので、よろしくお願いします。白履きづらいと言われる方もいらっしゃるんですよね。白い靴ギザじゃないかと。ですがこれ初めだけなので、こんな真っ白なのは履いていただくと結構汚れてきて、そんなに恥ずかしい感じにならないと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。なぜこのタイミングで出したかと言いますと、
値段が上がります。なんで今回今お出しできる値段がですね、48,400円、税込みで 48,400円でお出しできるんですけども、今もう店舗によっては 55,000円ぐらいに値上がりをしてるらしくて、納品させたタイミングによって値段が上下しちゃうんですけども、ボンビューに関してはギリギリのタイミングで仕入れることができたので、この値段で今回はお出しできるんですけども、今後追加で入ってくるものは5万円台に上がっちゃいます。5万円のオーダーがトップすると結構高いなと思うので、今のうちにゲットしていただければなと思います。なかなかメンズ買えるところないので、この動画を見ていただいている方で、まあ、東京以外の方だとなかなか買える場所なかったりすると思いますので、まあ、サイズが合う方は、分かる方はぜひご検討いただければと思います。ちなみに私はあの普段、まあ、クロケットとかオールデンとかションロブあたりはだいたい5ハーフを入っております。でウエストに関しては、まあ、5の C ぐらいをだいたい入ってるんですけども、あのその私で39を履いてます。でだいたいこのレペットを測れると、この真上から見た時にこう足の形、小指とか少しこうポコポコと出ちゃうんです。まあ細いのでこう日本人が履くと足の形が、指がこう形が出てしまうんですけども、あまりにも出てしまうとあまり良くないんですけども、ある程度は仕方ないかなと思いますが、普段私が5とか5ハーフを履いていて、まあ39でいける、40だとつま先がだいぶ余るので39で履いてるんですけども、まあその感じでサイズがいけると思う人だけ購入していただければと思います。まあ、靴なので、まあ、履いてみないとわからないみたいなところもあるんですけども、ぜひあのご検討いただければと思います。めちゃくちゃこう軽くて本当にこうスリッパのように履ける便利な靴ですし、あの羽夏は特にキーになってくるアイテムだと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。この金額でお出しできるのはもうこれが最後になりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回終了させていただきます。また来週以降紹介させていただきますが、ちょっと納品もちょっと数を少しずつ減らしていって落ち着かせようかなと思っております。特に春夏に関しては、なのでそんなにたくさんは今後も出せないと思いますけども、まあ、引き続きいいアイテムを紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回終了いたします。どうもありがとうございました。